皆様、こんにちは。お金の研究所です。今回の動画は、一時6%超急落、インペックス株の今後はというテーマでお話しさせていただきます。動画の最後に、10月3日に著名投資家の井村さんが、ある銘柄に大量に投資している事実が報道されましたので、その銘柄についてご紹介させていただこうと考えております。もしご興味があれば、ぜひ最後までご覧ください。本日もよろしくお願いいたします。 まずこれは10月3日の日経の記事ですが、インペックス株が前日比6.15%安まで売られる場面があったとして、ニューヨーク原油価格の下落と利益確定売りが原因であるとしております。そしてこれはインペックス株の直近の株価チャートですが、原油が高値をつけた9月28日から株価は下落を続けており、現状では高値から13%程度下落した位置にあります。 そしてこの下落に伴って配当利回りが3.5%程度まで上昇しており、PBR が0.63倍まで低下しております。そしてインペックスの魅力は何と言っても PBR の低さであると思っております。これは直近の2級の決算資料の一部ですが、インペックス側が業績がこのように好調であるにもかかわらず、PBR1 倍を割っていることに対して非常に懸念を持っております。 インペックス側としては PBR1 倍を大きく割れている原因は3つあると分析しております。まず1つ目は石油や天然ガスといったハイドロカーボン事業に対する将来の不確実性。2つ目は海外のスーパーメジャーと比べた場合の収益性。最後は特に海外メジャーとの比較における株主還元策を挙げております。 一つ目と二つ目については、水素やアンモニア事業などを推進して、石油や天然ガスに頼らない事業構造の構築や、適切な財務レバレッジを調整して、資本効率を向上させることにより達成しようとしております。 そして3つ目の株主還元策については、まず今期については2級において、今期の1株当たりの年間配当金を前期の62円から12円増配となる74円に増額することを発表し、来期の配当金を今期を下回らない金額とするよう最大限努力する、つまり74円以上にするということ、また今期は総額1000億円の自社株買いを行うということ、 最後に自社株買いを行った計2,200億円分を焼却し EPS を引き上げるという4つのことを約束しております。2級の決算説明会の動画を見た私の個人的な感想にはなるのですが説明会で社長の PBR1 倍超えに対する並々ならぬ思いが感じられ PBR1 倍を大きく割っている今の株価水準は面白いのではないかと思っております。 そして今回の株価の下落は原油価格の下落ですインペックスが指標としているブレント原油は9月28日をピークとして96ドルあたりからどんどん下落しており9月3日には90ドルぐらいまで下落しておりますまた FRB による金利の高止まりがしばらく続くとの観測から個人消費が押し下げられさらに原油価格の下落に拍車をかけるのではないかという思惑もあるようです ただ、インペックスが2級時点で公表した想定原油価格は1バレルあたり80ドルであり、想定為替レートは1ドル135円です。原油に対してはまだ10ドルほどの開きがあり、為替に関しては15円ほどの開きがあります。原油価格と為替に対してインペックスの感濃度は 1>, 1ドル原油価格が上昇すると60億円純利益が押し上げられ1円円安になると32億円純利益が押し上げられるとのことです従って原油が6ドルほど下がった現状の水準でも合わせて純利益1000億円ぐらいの上張れ要因になると思います 株の専門家であるアナリストはインペックスの業績がどのぐらいになると考えているのかと言いますと、純利益1000億円の上乗せまでは予想しておりませんが、純利益については240億円ほどの上乗せを予想しております。そして来期も増収増益を予想しております。 これは2級の決算における失業等ですが配当成功30%を目安にしたのかという質問に対してインペックス側は配当が充実している上場企業の一般的な水準である30%を参考にしたと回答しておりますしたがってアナリストの予想通り純利益が240億円ほど増加すればそれに合わせてさらなる増配もありえるのではないかと思っております また今回は配当と自社株買いで総還元成功60%程度にしているのですがその持続性に対する質問が上がった際インペックスは長期的に成長していくことに対して自信を持っており現状の40%から60%へ総還元成功を上げていくことに対して次回の中期経営計画で検討していくとしております現状の中継では総還元成功を40%とする 事業環境などに応じて自社株買いを実施する。年間配当金の加減を三十円とするという三つの柱でしたが。次回の中継でどのように変更されるのか楽しみなところであると思います。ただインペックスのアナリストによる目標株価はそれほど高くありません。これはアナリストによる目標株価と実際の株価との推移を表しております。決算後の株価上昇により、実際の株価が目標株価を追い抜かしております。 そしてどのぐらいの乖離があるのかと言いますとマイナス6%ほどになっておりますので10月3日に急落した分でほぼ目標株価と実際の株価との乖離はなくなった状態となっておりますそしてアナリストのレーティング分布が強気が4名中立が2名となっておりますそれでは最後に現状のインペックスの株価位置を確認するために簡単に指標名について確認したいと思います これは2021年ぐらいからの予想 PER の推移を表しております。PER は株価を純利益で割り算して求めた数字であり、純利益面から今の株価が割安か割高かを判断する一つの指標です。平均の予想 PER が7.5倍であり、現状の予想 PER が9.1倍であり、過去の推移から見れば若干割高な水準です。また2年で見ても少し高い位置にあります。 ただ、15倍程度が全業種の平均と言われておりますので、そこから見れば若干割安な水準であると思います。また、これは2021年ぐらいからの PBR の推移です。PBR は株価を純資産で割り算して求めた数字であり、純資産面から今の株価が割安か割高かを判断する一つの指標です。平均の PBR は0.49倍であり、 現状の実績 PBR が0.68倍であり、過去の推移から見ればやや割高な水準です。また、2年で見ても少し高い位置にあります。ただ、PBR は1倍を大きく割っておりますので、絶対値として見れば割安な水準であると思います。次に株の時給です。これは信用倍率の推移を表しているのですが、現状で5倍程度です。 目安の10倍を下回っておりますので、それほど気にする水準ではないと思いますが、改ざんが少しずつ溜まってきておりますので、少し気にした方が良い水準であると思います。最後に株の加熱感を確認するために、オシレーター系の冷やしの RSI について確認したいと思います。現状の RSI は38%程度です。RSI とは買われすぎか売られすぎかを判断する指標であり、一般的に70から80%以上で買われすぎ。 20から30%以下で売られすぎと判断されます。従って現状の株価はどちらでもない状況であると思いますが、やや売られすぎの状況であると思います。以上をまとめます。今回は資源開発最大手のインペックス株について検討いたしました。10月3日、インペックス株は一時6%超株価を急落させました。急落後の株価で PBR は0.6倍台前半となっております。 インペックスは当初からの要請のあった PBR1 倍割れ解消に向けて株主還元を充実させる予定にしております。インペックスの PBR が1倍超えを達成した場合には自社株買いの影響もありますので若干ずれるかもしれませんが、現状の株価から1.5倍の株価もあり得ることになります。 株主還元策として総還元成功を60%に引き上げ、来期の配当も74円を維持するとしております。自社株買いと消却も積極的に行う予定であり、今回の株主還元がどこまで引きつかれるのか、次期の中期経営計画が楽しみなところであると思っております。今回の株価下落の原因は原油価格の下落となっております。 ただ現状の原油価格、為替水準でも純利益1000億円程度の上振れがありえることになります。またアナリストによるコンセンサス通りであっても、さらなる増配がありえる業績水準であると思います。ただアナリストの目標株価やコンセンサスはやや保守的であり、目標株価通りなら10月3日の急落後の株価で適正株価となっております。 PER や PBR は過去の推移から見れば割高ではあるものの、受給や加熱感も問題ないことから、経営陣を信じて PBR1 倍超えを確信できるのであれば、PBR0.6 倍程度の現状の株価は面白い水準であると思っております。それでは最後に10月3日に著名投資家の井村さんが、ある銘柄に大量に投資している事実の報道ですが、その銘柄は住石ホールディングスになります。 現状で保有割合が14%程度になったとのことです今年の3月時点で2%ほどしかありませんでしたので大量に買いましたことになり現状の株価水準で40億円程度になりますこの井村さんの買いがカタリストになるかホルダーの方は楽しみなところではないかと思っておりますなお投資は自己責任にて行っていただきますようどうぞよろしくお願いいたします もし今回の動画について皆様のお考えがあればぜひコメント欄へお願いいたします。本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントなどありましたらよろしくお願いいたします。以上です。